今回は老化に関する多分役に立つ雑学をまとめてみたよ。人間の老化は体に取り込んだ活性酸素によって発生する身体機能の錆びつきと考えられている。老化の主な原因は呼吸数が増える運動、車の排気ガス、タバコ、紫外線、心理的ストレスなどがある。長距離ランナーやトライアスロンなどのアスリートは一般の人より老けるのが早いと言われている。人間の老化は40代頃から一気に加速し始める。楽しい、ワクワクする、面白いなどの感情は老化を抑制する効果があると期待されている。老化を完全にコントロールすることは今のところできないと考えられている。ということで今回は老化に関する雑学をまとめてみたよ。役に立ったと思ってくれた人はいいね、チャンネル登録よろしくなのだ。ではまたね。